ドムス・フラウィアは、イタリア・ローマのパラティヌスの丘にある帝政ローマ期の宮殿跡。八角形の池のあるペリスティリウム・ローマ帝国第11代、皇帝ドミティアヌスが、東側に隣接するドムス・アウグスターナと、同時期に建てた建物で、ドムス・フラウィアが、官邸、ドムス・アウグスターナが、皇帝として使われた。パラティヌスの丘の中央部を占めており、アウグストゥスやネロ。 ベリウス等が建建建ててたたた物群を撤去した後に建てられたドムス・フラウィアは建築からビリウスの設計でドミティアヌス帝就任直後の81年から92年の間に建設されその後約300年にわたりローマ帝国皇帝の官邸として利用された建物中央には八角形の迷路図形の池があるペリスティリウムがある鉄中楼のコリント式円柱は 黄色のヌミディア三大理石で作られ、八角形の池は多色の大理石で作られていた。その北西側に建物の入り口と推測される八角形のホールがある。中央の中庭の北東側には三つの大きな部屋が並んでおり、中央の大きな部屋はアウラレギアと呼ばれ、皇帝が外交団との越見を行ったり、政府高官からの報告を受けたりする場であった。壁面のッチには、 肖像が置かれ、大遺跡の円柱で装飾されていた。その両側に、バシリカとララリウムがある。円柱が並ぶ三道式の部屋であるバシリカは、裁判所とも接客室とも推測されている。中央の中庭の南西には、晩餐会などが開かれたと推測される、トリクリニウムがあり、その多色の大遺跡を埋め込んだ床は、冷暖房用のハイポコーストが装備されていた。その両側に、 大理石で作られた大円形の噴水がある。この泉は柿に空気を冷やす冷房の役割も担ったと考えられる。南東側の大円形の噴水は破壊され、現在は博物館の建物が建てられている。パラティヌスの中心部付近に、e、入口 P2 ペリスティリウム P3 池のあるペリスティリウム CO 噴水のある半地下の庭 X 大エクセドラ A。 アウラレギア、B、バシリカ、L、ララリウム、ポ、ポルチコ、P1 時8分角形の池があるペリスティリウム、C、トリクリニウム S、スタディオン。ありがとうございます。